皆さんどうも、最強の男朝倉です。今回は話題の二郎系ラーメンとのコラボ動画、屈強な男子も逃げ帰るというメガ盛りマシマシラーメンをサクッと KO しちゃいたいと思います。いらっしゃいませ。ラーメン一人前、もちろん全マシで。えい、お待ち。さすがは天下の二郎系ラーメン、麺も野菜もスープもニンニクも何もかもマシマシじゃねえか。でもまあ、このくらい最強の男にかかれば瞬殺だろう。よし、かかってこい。ニクル、もうギブかよ。さすがにメガ盛りマシマシラーメンは限界か。まだ半分以上もあってもったいないけど、残しちゃおっと。俺が頼んだわけじゃないし。ああ自分から大盛りを頼んでおいて半分以上残すなんてありえない。店にも食べ物にも失礼だ。こんな動画、話題作りとしても最低レベル。どうせやらせだろ。リングでは最強の男朝倉未来が、ネットではボコボコに殴られてる。しまゆうのアトリエ。子供の頃から荒くれ者だった朝倉未来。中学時代から本格的にグレ始めた朝倉は、愛知県豊橋市の私立高校に進学するもヤンキー街道まっしぐら。挙句の果てには傷害事件を起こし退学処分となる。社会人となるも定職にはつかず、地元豊橋で暴走族総長としてメンバーを束ね、ストリートファイトでヤンキーたちをボコボコにする日々に明け暮れる。さらに無免許運転により少年院送りとなり、出所後はプロの格闘家を目指して地元の道場に入門。地下格闘技などを経て最強の格闘家として注目を集めるようになる。なんだその程度か。くそ、覚えてろよ、絶対負けねえからな。壮絶すぎる少年院生活を経験し、プロの格闘家として成功した朝倉。テレ朝の人気バラエティしくじり先生では、不良時代の素行について武勇伝とともに反省している。これからはプロの格闘家として節度を持って暴れたいと思います。結局暴れるんじゃねえか。しくじり先生ではやんちゃ時代を反省している朝倉未来だが、自身の YouTube チャンネルを開設するとなぜかコンスタントに炎上騒動を繰り返すようになる。朝倉未来の炎上事件を振り返る上で絶対に外せないのはやはり野郎ラーメン事件だろう。自分で注文しておいて残すのかよ。勝手にマシマシにしたのはそっちじゃねえか。 YouTube 動画の企画の一つとして渋谷センター街にあるラーメン二郎のインスパイア系を訪れた朝倉。人気のマシマシラーメンを完食するという企画だったのだが、結局は半分以上も残してしまい、しかも店主に謝罪一つなかったということで大炎上してしまう。ネットでは朝倉に 100% 非があるかのように言われたが、実はこの騒動には裏がある。メガ盛りマシマシラーメンは実は朝倉が注文したものではなく、店主の方が勝手にメガ盛りにしてしまったのだ。店主としても最強の男へのサービス精神だったのかもしれないし、ある種の挑戦状のつもりだったのかもしれない。少なくとも朝倉が自ら注文したメガ盛りラーメンを残したという批判は当たらないことになる。まあ店内の構造上、メガ盛りマシマシラーメンを用意していることはなんとなく確認できるわけで、朝倉もその動きに薄々気づいていたとしたら、やはりやらせ動画と言えなくもないのだが、朝倉自身誤解を与える動画内容については素直に謝罪している。最強の男朝倉未来に勝ったやつは1000万だ。狂気さえ使わなければ何をやってもいい。我こそはと思う者、誰でもいいからかかってこい。ま、俺が最強だけどな。すげえ、朝倉さんらしい大胆な企画だ。炎上確定だな。2021年11月、 YouTube 動画での告知によって突如始まった前代未聞のストリートファイト企画。プロアマ問わず広く参加者を募り、ストリートファイトで朝倉未来をダウンさせることができれば1000万円獲得というシンプルなルール。賞金が朝倉のポケットマネーから支払われるという点も注目の理由となった。一般からの応募者だけでなく、久保田悟、モハンドラゴンなどプロの格闘家や、カトゥーン田中聖、元モームス後藤真希の弟後藤祐樹と、さまざまな世界からエントリーが殺到。ただし田中聖に関しては直前になってエントリーを撤回、敵前逃亡だと揶揄されている。
目玉企画としてスタートしたストリートファイトだが、いざ動画が配信されると世間から思わぬ反応が寄せられた。ああ、この程度か。もう限界です。ギブアップさせてください。まだまだ。なんだ、口ほどにもねえな。もっと強いやつはいねえのか。もう無理。リングなし、ルール無用のストリートファイトはあまりにも過激すぎた。プロ同士ならいざ知らず、全くの素人相手に本気を出した朝倉。 KO を目指して全力で殴りかかる朝倉の姿はあまりにも大人げなく、視聴者にとっては弱い者いじめにしか映らなかったようだ。炎上を受け、朝倉は謝罪動画を配信。プロの格闘家にあるまじき暴力的な内容だったと自らの配慮のなさを認めている。今回は俺が軽率でした。もう二度とこのような企画はやりません。そりゃそうだろ。どうせ炎上商法だろうけどな。あの企画、過激さが好きだったんだけどな。またやってくれないかな。自作自演とも揶揄されていた朝倉未来の炎上騒ぎだが、第三者を巻き込んでしまった例もある。ミクロはイケメンで金持ちだから、ぶっちゃけモテるっしょ。狙ってる女とかいるの？そうっすね。美容系 YouTuber の八田エミリちゃんとか可愛くて最高っすよね。2020年、YouTuber ラファエルとのコラボ動画での配信。八田エミリとは、抜群の美貌とプロポーションで絶大な人気を誇る美容系 YouTuber で、当時は朝倉よりも圧倒的に知名度があった。時は流れ、およそ2年後。八田エミリの方が突如、自身の YouTube チャンネルにて朝倉の狙ってる発言について言及。交際の可能性はほとんどないと言い切ったことで朝倉の方が炎上した。驚いたのは朝倉の方だ。何しろ八田についてコメントしたのは2年も前のことで、なぜ今になって八田がごちゃごちゃ蒸し返すのかわからない。納得できない朝倉だったが、事態の沈静化のため自身の YouTube チャンネルでアンサー動画を配信。だが結果的にこれが逆効果となり、八田エミリの方が2年越しに炎上する事態となっている。ですから朝倉さんとは今後も一切の交流がなく、なんでわざわざ2年も前の発言を蒸し返すんだよ。裏ではしっかり付き合ってるんじゃねえの。結局こいつも人気取りだな。炎上の中には自業自得のものも多いが、明らかにとばっちりとしか思えないものもある。もうね、はっきり言います。これはしょこたんのためでもあるし、兄であるミクルのためでもある。朝倉海、彼女います。俺、あいつの本命彼女知ってるんですから。この情報マジっすよ。朝倉ミクルの弟、朝倉海、彼としょこたんこと中川翔子は YouTube 動画でもたびたびコラボしており、お互いの自宅でのデート動画もアップしていることから、ネット上では公認カップルであるかのように言われていた。そんな中、柴田屋が突如として海の浮気を告発したことでネットは大荒れ。もちろん兄であるミクルの方も黙ってはいられない。早速 SNS で弟の浮気疑惑について反論し、事実無根のガセネタを流した柴田屋に絶縁宣言を突きつけている。その後、柴田屋の方が態度を一転、ミクルに謝罪した上コラボまで提案している。ちなみに一連の騒動についてしょこたんサイドはノーコメントを貫いている。今回の件では柴田屋の方が炎上したようだ。朝倉海としょこたんは本当にお似合いのカップル。わざわざ浮気するメリットがないじゃない。炎上商法もいい加減にしてほしいわ。暴露ネタで炎上商法を狙うのはまだしも、あっさりと謝罪して次のコラボを提案するなんて嬉しいね。生まれ持ったビッグマウスのせいでコンスタントに炎上を繰り返している朝倉未来。他にもいじめられる側の責任論や悪質コラボ広告など、炎上騒動を挙げればキリがない。炎上直後は確かに批判に遭うのだが、ミクルの本当の凄さは炎上後のリカバリーになる。数日後、タイミングを見て謝罪動画を配信し、事の経緯を丁寧に説明した上で理解を求める手法は現在の YouTube では主流となっており、謝罪の心理としても理にかなっている。またいじめ肯定発言で炎上した際は、その後の動画で発言について謝罪した上で、それでも譲れない部分はあると自らの信念を語っており、単なる迎合では終わらせない点も評価されているようだ。炎上を繰り返す中で立ち回り方を身につけたのか、あるいはそれが天性の才能なのか、
それも含めて朝倉未来の人気の秘密なのかもしれない。朝倉未来の動画って炎上商法かもと思っていてもついつい見ちゃうんだよな。朝倉未来？もちろんチャンネル登録してるよ。強いしイケメンだしね。炎上と謝罪を繰り返す朝倉未来。そんな彼をルール無視のならず者だと批判するのは簡単である。しかしながら言い換えれば炎上の裏には大バズりがあるということである。野郎ラーメン、ストリートファイト、いじめ、大炎上をこれだけ繰り返しているにもかかわらず、朝倉は YouTuber として終わっていないどころか、動画の再生数は依然として軒並み100万回を超えている。朝倉未来にとって炎上は決してネガティブなものではなく、バズりへの序章なのではないだろうか。炎上を見事にバズりへと変換できるのだとしたら、それは紛れもなく一つの才能である。朝倉未来の今後からまだまだ目が離せない。